様の皆さん、お集まりくださったすべての皆様、本当に香港の自由を守るこの集いにお越しください。ありがとうございます。今香港の皆さんが、自分たちのこの国が、香港がこのままでは、香港のままではなくなると、6月の9日103万人もの方々が立ち上がったあの日から、もうその活動は15週目となりました。毎日毎日、香港のワンちゃんやコーズウェイベイや、その各地で人々が立ち上がっています。今ここで起こっていること、途中からいらした皆さんは何の騒ぎだろうと思われていらっしゃると思います。私がこの数日到着してから知っている事実、共有させていただきます。この9月の16日、香港革命、自由のために戦うべきは今、そのデモ行進をさせていただくという告知を、私たちインターネットを通じても聞かせておりました。それをご覧になった中国本土の方々が、この数日の間、中国の中でのメイボと言われるツイッターに当たるものだそうでございます。その中でこの新宿西口で集まるらしい、中国の国旗を持って集まろうと、そのような呼びかけをされたということでございます。そして今彼らは国旗を持って歌を歌われている。今そこで対立の構図のようになってしまっております。これはなぜ起こっているか、勇気ある一人の女性がここに飛び込んでこられました。一人、水色のブルーの旗を持って、東トルチスタン独立せよという、その旗を持ってお一人で来られました。そして家族を帰って、そのように声を上げられました。そして今ここに集まった香港復元党のメンバーや、そして香港の自由を守る会の方々が、今そこで彼女と一緒に立っています。彼女が、彼女、そして彼女は、私は聞きました、どうしてこれを知ったんですか、ネットで見たと、そして私は一人でここに来ましたと言われていました。そして完全と一人で立ち向かっている彼女に、大勢のこの中国本土の方々が罵声を浴びせ、そして中国の国旗を、彼女の掲げるその東トルキスタン独立という、その幕の前に何度も何度も行きました。それを警視庁の方々が守ってくださいました。そこから先は皆さんがご覧になっていらっしゃる通りでございます。皆さんもご存知の通り、今の香港の方々は、自分たちのこの香港が自由があり、情報はあふれ、そして金融都市として世界中の方々がいらっしゃる、この香港が中国本土のように、そしてもっと言えば国ごと取られたチベットのように、ウイグルには今200万人とも300万人ともいられる方々が強制収容所に入れられている。そしてそこで言語も奪われ、何が行われているか、ウイグルの方々はイスラム教徒でいらっしゃる、そのイスラム教徒を捨てて、習近平がこれが絶対なんだと、そのような洗脳が今キャンプの中でなされている。これは国連、世界の国連も今ウイグルに対して、ウイグルのこの強制収容所や人権弾圧をやめろと、中国共産党政府に、習近平、習近平に対して世界が声を上げている真実でございます。皆さんもこの日本の中はインターネットが自由に通じます。ウイグルという言葉、東トルチスタン
キスタンという言葉、強制収容所という言葉、ぜひ日本のこの中で検索をしてみていただきたい。日本の中で検索することだけでも中国共産党の目に捕まって自分たちの身が危ういんだとしたら。